ツムツムセブンスアニバーサリー1日限定プレイ終了台ヘラクレス編耐久レースやっていきましょう。横ライン上にツムを消すよということでね、ヘラクレスもね、あのなんかなよなよしたゼウスでしたっけ、ハデスか、ゼウスじゃねえや、ハデスさんね、なよなよしてるように見えて、あの人怒ったら超怖いっていう印象だったんですけどね。あとはあのめっちゃ可愛らしいベイビーがなぜか大人になったら筋骨隆々になってるっていうね、もうまるで10年近く経ったクリスがもうゴリスになったみたいな感じ。あ、わかりますかね、ディズニー見る人バイオハザード見ないか、バイオハザードっていうねゲームがあるんですよ。全もう何作品まで出てるかわからないっていうような作品なんですけど、そこに出てくる主人公の人がですね、初期の頃はまあ普通のたくましい青年なんだったんですけど、とある作品からね、え、お前本当に人間っていうくらい体がムッキムキのゴリラになってるんですよね。通称ゴリスって呼ばれてるようなキャラがいるんですけど、どう、まあ、そんなことでディズニーの話をしてる。ヘラクレスもね、あのね、ほんとね、どこだったかな、なんかね、知り合いの人と一緒にキャンピングカーで旅行をしているときに、そこの女の子がヘラクレスのビデオを持ってたから車に揺られながら見たんですけど、僕車酔いめっちゃするタイプなので、残念ながら途中で脱落してしまって、で見なくなったから、もう途中でどんな作品だったかっていうの一切覚えてないんですよね。どっちかっていうとラマになった王様の方が覚えてるんですけど、つむつむにラマになった王様のつむってあるのかな、あれマイナーだから、マイナーって言ったらあれですか、まあね、わかんない、うん、ということになって、ヘラクレスでもハデスさんがね、頭がね、青かったり、もうピンクで、ね、赤色になったりとかって、まあ、そんな感じになってね、最終的にはもう沈めた。本当に憶測だけ喋ってるな。はい、気づいたら終わりでした。はい。ちなみに、オカミさんじゃなくて、オノエさんでしたね。オノエ松田さんでしたね。はい。名前を間違えなくて失礼なことをして大変申し訳ございませんでした。ということで、お詫びにですね、また。未食やしたので許してください。ということで、また次回もお会いしましょう。ヘラクレスでした。バイバイ。